何を？私、いつもいつもメリオダス様に守られてばかりで、これ以上メリオダス様の足手まといになりたくなくて、だから自分のことは自分で守れるようになりたいの。エリザベスちゃん、お願い、ホークちゃん、強くなるために指導してほしいの。そういうことなら喜んで力になるぜ。エリザベスちゃんと俺様による夢のホークナイト、ここに結成だ。ありがとう。それじゃあ早速。まあまあ、そう慌てんなって。まずは軽く腕試しといこうぜ。犬野郎、いいところに。ちょっと俺たちの訓練に付き合ってくれ。後ろに下がってていいぜ。まずは俺の強さを見ていてくれ。とっとと片付けるぜ。ほら、ローリングハマーだ。サンドバッグとしてボコボコに？それで2人だけで悪者退治に出かけていったって。悪い予感しかしないな。早速村で情報を仕入れてきたぜ、エリザベスちゃん。どうやらハイド&シークの連中が村人たちにいたずらしてるらしいんだよ。ここは俺たち、ホークナイトの出番だぜ。そうね、村の人たちを困らせてるなんて、なんとかやめてもらいましょう。あっ、おうおう、お前らが例のいたずら者だな。痛い目見たくなけりゃおとなしくするんだな。ホークちゃん、乱暴はダメよ。おいおい、エリザベスちゃんがわざわざ出るまでもねえって。エリザベスちゃんの応援があれば俺一人で100人力や。とっとと片付けるぜ。行くぜ。
私もごめんなさいね。でも村の人が困ってるからいたずらは控えてほしいの。ちぎっては投げ、ちぎっては投げの大活躍。いやー、ぜひとも見せてやりたかったぜ。ホークちゃんと二人で一生懸命頑張ったんですよ。ほう、そうかそうか。あ、団長、もう戻ってたんだ。二人とも大丈夫そうだし、団長が後をつけてたことにも。あ、あとつけて。おい、キングちゃんよ、どういうことい？つまり君たちのことを心配した団長は影からこっそり見守って、これ黙ってるように言われたんだけど。うっかり口を滑らしちまったってわけかい。私はメリオダス様に余計な心配をかけてしまったのですね。ホークちゃん、ホークナイトだけど、もう仕方ねえな。短い春だったが、今日限りで解散とするか。強くなりたいのは分かったけど、あんま無茶するなよ。メリオダス様、はい、ありがとうございます。さてさてさて、それじゃあ早速バーニャエールの買い付けといきますか。気合い入れて運べよお前ら。団長、なんで俺まで手伝わされてんだ。暇そうだったか。それはもっともすぎる理由じゃない。人のこと言えんのかよ。働かざる者食うべからずだ。しっかり頼むぞ。あんた方旅の人たちかい。悪いこと言わねえからここを離れた方がいい。カイドウのあたりにモンスターが現れたんだよ。みんな怯えて家に閉じこもってんだ。モンスターか、物騒だね。そのモンスターなら俺たちが倒してやる。その代わりに酒を譲ってもらう。ただでな。うわ、出たよ強欲。こいつが噂のモンスター、正体は魔人だったのか。なかなか姿を見せるとは、目障りなやつだぜ。それじゃあ始めようか。うんじゃ、行くぜ。やるね。簡単にやられんなよ。ファイトファイヤー、ファイヤー、ファンドルビー、うわっ、ほら、ファンドルビー、ここだー。
あれ？もうおしまい？不死身の俺に勝てるわけねえだろ。約束通り魔物を倒してきたぜ。おお、ありがとうございます。そういえばあなたは以前にも村を救っていただいた。覚えてたか、俺様の活躍は。お前は何もしてないけどな。一度ならず二度までも心より感謝申し上げます。あんたら魔人を倒しちまうなんて聖騎士様かなんかか。とてもそうは見えないが。まあそんなもんだ。魔人を斧一本で苦もなく倒したって大男の噂といい、世の中にはまだとんでもねえ奴らがいるんだな。まさかこの話確かめる必要があるな。